勝川春亭が和州におい林道合戦に描かれた和田元衆。和田県会は南北朝時代の武将。太平記では片秀、または源の衆として登場する。和田片秀も、楠木正成の息子で楠木正主家の甥。い。港川の戦いで叔じ、東羅が戦死した後、楠木はじめ門の当領となったいとこの楠木、正行に従い、 共に勢力を回復していった。楠木一族の中でも、武勇の誉れ高く、正行に従い常に参戦している。将平二年に、木の国の住み一族や河地国の細川県士山名時氏を打ち破った。将平三年正月、四条縄手の戦いで敗れ、正行らが自陣した後、小諸直の陣に、潜入していたところをかつて味方であった。 湯浅本さ太郎左衛門に打たれた。う死にの際に、敵将の首に噛みつきにらんで話さず、本宮太郎左衛門は、それが元で死んだとされており、土地の人々は、片秀の霊のことを、はこうさま、転じてはかみとして祀っている。四条縄手氏の墓書席碑には、正面に、和田厳州戦士墓と刻まれている。大阪府四条縄手氏南の四丁目十五の六墓所の、 1北緯34度44分7.20秒、統計百135度38分31.70秒、北緯34.7353333度、百三135.6421389度、34.7353333、135.6421389。ありがとうございます。